えっと、皆さん、こんにちは、えーと浜田。私は浜田拓司と言います。えっと、今回はですね、えっと、浜田昭治とバーナード・リーチの茅葺き長屋門再生と創造という、えー、クラウドファンディングを益子、えー、の浜田まで、えー、としておりまして、それに関連するスライドトークとして、私、浜田拓司と、えっと、私の兄ですけれども、浜田ともの2人で、えー、と簡単なスライドを見ながら話を。 していきたい関連の話をしていきたいというふうに思っています。はい、で、えっと、まず最初にですね、えっと、このクラウドファンディングの、えっと、流れ、あるいは、えっと、その趣旨について、えー、一緒に、えー、協力のチームで、えー、いろいろと活躍をしてくれています、えー、筑波大学の、えー、大学院の有志チームの、えー、代表して、えー、川辺さんに一言、説明の言葉をいただければと思います。 はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、筑波大学大学院修士1年の川鍋と申します。えっ、ー、と、私たちは、えー、と社会工学というところで、えー、と学んでおりまして、えっ、ー、と、都市計画、まちづくりを専門にやっています。で、えー、と浜田さんと縁があって、えっ、ー、と、この夏からこのプロジェクトを企画しまして、11月27日から、えー、とクラウドファンディングを開始して、目標金額を800万円に設定して、今、活動しているところです。で、皆様のご支援のご協力のおかげで、えっ、ー、と、先日、 ファーーストゴールである400万を達成しましまたで最終目標800万ってところに向けて今活動していましてその中で今日はあの浜田智雄さんと拓司、えー、さんの対談を企画しました企画の意図としては、まあ、このプロジェクトを盛り上げるってところとまた深掘りして皆さんにこのプロジェクトに対してすごい関心を持ってもらうそういうところをまあ目的として今日この企画を、えー、行っています 見ていただける方、すごく楽しんで見てもらえればなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、お疲れ様。ありがとうございました。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、今日のこのスライドトークはですね。えっ、ー、と、あの、私たちの兄弟が。えー、まあ、自分の育ったところでもあるんですけれども、えっ、ー、と、この今回。 クラウドファンディングの対象になっている茅やきのこの長屋門というのは一体どういうものなのかということを、えー、陶芸家の濱田庄司がまあ残した建物なんですけれどもその陶芸家の濱田庄司が自分の住まいそして仕事の場とした、えー、この益子浜田釜の、えっと、空間について写真を見ながら2、えー、人で少しずつ話をしていこうかなというふうに思っているというそのような企画になっていますではえっとスライドをちょっとめくっていきますねはいはい えっとまずあの浜田商事は何者かというところなんですけれども、えっとこれはともに少し話をしてもらったらいいいののかなはい、あの、まあま陶芸家であります、あの、えーまあ、益子のお益子役をお中高の祖っていうんですかね、そういうポジションの人で、えー、また民芸運動の指導者でもあるというところですね。えー まあ近代陶芸のこう確立をしたその最初の頃の人という形であります。まあ、民芸の,の産地だった益子からまあ近代陶芸の産地へと転換させるところを成功した人という、そういう形ですかね。 1894年の生まれで、えー、1978年まで、えっとまあ、活躍という活動をした、えー、陶芸家ですね。で、えっと、この浜田商事はも、えっともと益子の出身でなくだから益子駅の川元というわけではなく、えーっとまあ、川崎に生まれて東京で育った、まあ、都会の人物だったんですけれども、えー、大正の末期ですねに益子に移住をしましてで最初は そこで、まあ、曲がりの生活をしていたんですけれどもでとしばらくの曲がり生活、まあ、仕事も曲がりでしていたその死後、えっと、曲がり生活を経て1930年ですね昭和の5年に、えっと、近くからですね古い農家の建築を移築してでそこを、まあ、自分の母屋、まあ、としそして住まいと、えー、仕事生活と仕事の場かというふうな形で、えっと、ここを作っていきます。 でえー、と今あの写真出しましたこの大きい建物の方が母屋、ね、これが最初に移築した1930年に最初に移築したものですで、えー、その前に、えー、とこの浜田窯の、えー、と敷地の玄関として、えー、と移築これも移築なんですけれども、えー、とされたものが、えー、と長屋門で、えー、今回はこの手前の長屋門がえー ままあ主役といいううかそのよなな形になっていますこの写真多分1960年代ぐらいかなと思うんだけどどううでしょうかねまああのその後ですよねきっとあの道路があのそうだね大きな道路が手前にできるこの前だから60年代、まあ、写真の精度もねこ、うん、んなもんですかね。はい、でえっとこれ今正面から見てるんですけれどもちょっと 上からですね、あの浜田商事はこの2つの建物だけじゃなくて、えー、とここ敷地、サヤドという場所なんですけども、この敷地の中に、えー、たくさんの、まあ、棟というか、えー、建物をこれ全、ほぼ全部移築で、いろんな建物を移築をしてで、自分の生活の場をまあ作っていきました。でこれも多分、えー、と前に道が、はい、この辺に矢印見えてるかな、この辺に道が今は走ってるんですけども、大きな道が。 それが見えないので、これも多分1960年代かなと思うんですけれども、うんえー、空から見た浜田邸のかつての浜田邸の写真です。うんはい、で、えっと、主な建物だけで、ね、こういう形でちょっと数字を出してみますと、えー、先ほど前から正面から見てもらった母屋が1930年の一区で、えー、長屋門があって、でさらに長屋門が2箇所敷地内にあって、うんえっと 1940年に上の方の長屋門そして、えー、仕事場も上の方にあってでさらに上辺台という、えー、っとおも屋よりもさらに大きな建物が一築されていてで、えー、釜も上の方とこれ上ってあのちょっと敷地がですね下からこう坂道があって少し高くなっているんですけども、えー、上り釜が上と下とそして、えー、塩釜というふうなものがあって。えー なんかそんな形でその敷地の端っこと端っこに2つの窯があるというそんなふうな感じになっています。でえっとこの後少し一つずつ一つずつそんなに詳しく見るわけじゃないですけどねえっとあの家の写真とかを見ながらあの2人でまあ、思い出になるところもあるし、うん、そうじゃない。えっと 後から調べて分かったことなんかも含めてちょっと話をしていこうかなというふうに思います。はい、まずはこの最初に移築された母屋、えー、ですね、1930年、昭和の5年に移築された母屋ですけれども、えーと、これはですね、家族写真ですね、母、え、屋、ー、の手前の芝生のところで、えー、家族写真を撮っているものです。えー、これが障子ですね。そして、えー ですね、はいでえっと、子供がですねこうずらずらっと前の方に並んでいまして <laughs> 長男かなの隆二そして、えー、次男の新作でこの次男の新作が、えっと、浜田聖司の後を継いで、えー、焼き物を2代目になりましてで、えっと、私と友のまあ父親になるんですねで友は今3代目として、えー、浜田がまあ をまあえっと引いているというそういう形になっています。でえっと新作の隣が三男の厚也ですね。でえっとここあの女性に抱かれているのが、えー、長女の広です。そしてえっと祖母になりますが数えー、カズエに抱っこされているのがえっとこれアリオちゃんというですねあの四男なんですね。えただこのアリオちゃんはえっと1938年の1月に生まれて 翌年39年の2月かなに、えっと、亡くなってしまうんですね。なのであの私たちはおじさんとしても会ったことはないんですけれどもなのであのこの写真はですね、えっと、多分1938年の夏ぐらいに多分撮影されたものかなっていうふうに思います。で、えっと、新作の後ろにひげのおじいさんがいてこれが急増という庄司の父ですね。うん で他えっと女性たちは、これはあの、まあ、家政婦というかお手伝いさんかな。で、後ろにあの2人立っている男性2人が職人さんという、そういうふうな形になっています。はい、で、前に、えっと、犬が1匹写ってますかね。はい、なんかこんな感じで、母、え、屋、っと、の前で何人のなんなんでかはからないけれども、ちょっと記念写真をしているという、そんな、うん、あ記念写真を撮っているといそんな写真です。 はい、なんかほのぼのとしていい感じの写真になっていますけれどもまあね、ひいおじいさんの久三さんが、まあ、東京の営みをやめて、マ、ま、シ、あ、こに来たっていう感じですかね、ねそう、ね、えっと、三田で、東京の三田で文具店かな、をしてたのかな、えっとはい、そんな形で、まあ、東京で生活をしていて。 で最終的には、庄、え、司、ー、がママシコで一緒に、まあ、生活するということで、読、まあ、んだのかな、なんかあのすごい、えー、変わった方だったみたい、変わった方って親族だけど変わったおじいさんだったみたい。まあね、ね物を集めたり、販売したり、まあ、趣味が良かったり、うん、あとちょっと絵心があったりっていうことで、多分そういう急増さんの能力が庄司の方に、まあっ、はい、たのかなと。確かにそうかな。はい そんな感じまああとはねその溝の口と見た障子、うん、が子どもの頃小さい頃行ったり来たりしたりして特に溝の口でき、まあ、綺麗な空気のところでなんか喘息かなか何かだったっけなんかちょっと体を悪くしててはい子供の頃療養しようっていうことで溝の口にがまあ溝の口が本家があるところでね あの大和屋っていうお菓子屋さんがあったりっていうその時にまず一回なんか田舎の良さの経験をしてるんじゃないかなっていうのが推測でありますけどねきっと,きっと水の口その頃はねあの本当に田舎であの渋谷あたりもねなんかあの庄司のちょっと先輩の岸田流星っていう絵描きさんの油絵の画家の「渋谷村」っていう絵を見たことあるんだけど。うんうん 渋谷が本当にもう小高い畑と畑の丘とそこに茅葺きの家と森があるみたいな家だったんでこ、うん、の渋谷でそれだからもう溝の口は本当にどかだあそ,うだそこにきっと茅葺きがたくさん広がってたんじゃないだろうかっていう、うん、そういうようなイメージも今してると思いですね。うんうん そう,そうですねあの、まあ、溝の口の景観と益子がなんかちょっと溝の口の昔の景観かと益子が少し似てるとかっていうね話もあったりするのでなんかそんなところも、はい、えと益子に移住した理由の一つには確かにあるのかもしれないかね。うんはい、あとあ後の,の方で、えーまあ、今回のメインテーマでもある長屋門のところで見ますけども。 あのマシコに入る前の、ね、イギリス体験というのか、ね、イギリスでまた接触したと田舎というのが、えー、ともう一つ大きなトピックなのかもしれないです。